さて今回のポケモンはピカチュウ。ナンバー069といえば、そうマダツボミじゃな。マダツボミの生態も不思議かつ驚くべきことばかりじゃ。足になってる細い根っこから地中の水分や栄養を補給しており、主に発見されるのは温度湿度が高い場所ばかり。